三浦よりは日本の女子野球選手、女子公式クラブチームの阪神タイガースウィメン所属、愛知県出身、外野手、左投げ左だ。2010年から2020年までは日本女子プロ野球機構に所属する女子プロ野球選手としてもプレーしていた。名古屋のお嬢様学校、SSK の杉山女学園高等学校テニス部首相として活躍し、 2009年杉山女学園高校は、第31回全国選抜高等学校テニス、大会女子団体戦でベスト4、入りを果たす。全日本ジュニアテニス選手権女子ダブルス3位入賞、全国高等学校総合体育、大会テニス競技大会出場。中学1年から、タレントボン・リュータ率いる、アマチュア野球チーム、ドラホット・リューターズに所属し、当初は、 チーム唯一の女子選手として人気を集めた。2009年に日本女子プロ野球機構による第1回合同トライアウトを受験し合格、同年12月のドラフト会議にて投手部門3巡目で京都アストドリームスへの加入が決定した。プロ1年目はセンターのレギュラーを獲得し、打率リ,リーグ2位、超打率リ,リーグ1位の成績を残した。 2012年3月26日、兵庫戦の4回西満塁の場面で、中川からセンターオーバーの女子プロ野球初の満塁本塁打を記録。2014年のシーズンは、首位打者、最多安打、投塁、出塁率のタイトルを獲得し、ベストナインと MVP にも選ばれた。2017年10月9日、女子プロ野球リーグ初の通算400安打を達成。 2019年6月13日、女子プロ野球リーグ初の通算500アンダを達成2020年シーズン限りで、女子プロ野球を退団2021年から指導する女子、公式クラブチームの阪神タイガースウィメンに入団することが発表された。なお、これに際して、球団の事業本部進行部に配属される、球団職員としても入団し、選手としてプレーするかたら、 タイガースアカデミーベースボールスクールの専属コーチも務めることとなった。第5回アイブフ女子ワールドカップ、第6回アイブフ女子ワールドカップ、第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ、第8回 WBSC 女子野球ワールドカップの日本代表。当手指名での入団ながら、プロ開幕当初はリードオフマンとして一番センターを任された。 しかし前期リーグでチームの打撃成績が不振を極め、長打率の高さを買われて3番を務めることが次第に多くなった。2012年から2014年まで3年連続で最多安打、うち2シーズンで首位打者のタイトルを獲得するなど、女子リーグを代表する強打者である。また、同じく2012年から2019年まで8年連続で、投了用にもなっており、スピードも高い。 ありがとうございます。